チャンネル登録、お願いします。こんにちは、伊藤まりなです。いろいろなニュースから、私の気になったことを、ピックアップして、その中で、ネット上で見つけた、いいなって思える意見を、まとめてみました。今回は、韓国が IAEA の議長国に、処理水妨害は必至、についてです。台風、皆さんは大丈夫でしたか？太平洋の空は濃いグレーに包まれていました。秋晴れが待ち遠しいマリナです。さて、新総理が退治していかなければならないことは、国内の諸問題にとどまらないことは、ラブリー日本をご視聴くださっている皆さんは十分ご承知かと思います。でも、よくまだわかっていないという方はたくさんいますので、マリナは伝えていきます。新総理、新政権が直面するいくつかの韓国問題。最初に取り上げたいのは、総裁選で話題の陰に隠れてしまったことなのですが、国際原子力機関 IAEA の議長国に、韓国がなったというもの。9月27日のワウコリアの記事です。7.8 期の末に、IAEA 議長国となった韓国、原発処理水に関する議論の影響は？韓国が27日、オーストリアのウィーンで開かれた、国際原子力機関、IAEA の理事会で満場一致で議長国に選出された。1957年に、IAEA の創設加盟国として、加盟して以来初めてのことだ。IAEA は173カ国が加盟する。核問題に関する最高権威の国際機関である。韓国にとって重要な北朝鮮の核問題や、日本の福島原発処理水放出の安定性の問題などを、議論するところもこの IAEA だ。原子力技術の平和的かつ、安全な使用のための国際技術の標準、規則などについての議論もここで行われる。このうち35カ国で構成される IAEA 理事会は、IAEA の実質事案を議論、審議し、総会に必要な勧告をする重要な議決機関である。来年9月まで、中央オーストリア兼中ウィーン国際機関代表部の、シンジ・エヒョン大使が、理事会の議長を務め、年5回開催される理事会と、年2回開催される理事会参加の委員会会議を、主催する予定だ。韓国外交部当局者は、過去にも議長国に挑戦したが失敗した、とし、今回は議長国の受任を特定国が、事実上独占してはならないというコンセンサスの下で、本当に多くの外交力を投じて、日本を含む他の極東グループの同意を得た、と述べた。コリアネットの記事では、韓国が初めて IAEA 議長国に選出、64年ぶり、と題し報道。日本のテレビ朝日も、韓国が IAEA 議長国に選出、処理水問題へ影響か、と題して、内容では、極東の国では、これまで日本がほぼ一貫して議長国を務めていて、韓国が選ばれるのは、1957年の IAEA 設立以来、初めてです。韓国外務省は、北朝鮮核問題への国際社会の支持を強固にする、と意義を強調しています。一方、韓国は IAEA で福島第一原発の処理水をめぐり、日本への批判を繰り返していて、今後、理事会での議論を活発化させるなど、影響を強める可能性もあります。と報じました。さてさて、ゆゆしき問題の勃発でしょうか。韓国が国際機関の主要ポストになろうとするモチベーションは3つだと思います。一つ目は、国際的に著名なポジションを手に入れ、自己満足に浸るため。二つ目は、自国の利益を最大限に確保し、恣意的な決議を行いやすくするため。三つ目は、日本の地位を貶めるため。二つ目は、多かれ少なかれ、どの国でも言えることですが、韓国はその傾向がかなり強いのです。承認欲求が強いというか、とにかく認めてもらいたいのです。コンプレックスが強すぎです。そして三つ目が最も面倒で、間違いなくカードとして使いたい、
それは間違いないのです。国連事務総長を韓国人がやった時も、ユネスコ執行理事国をやっている現在も、ろくなことになってませんからね。二つ目の方もおそらく、ヨールソン原発で放射線物質が20年間、漏れ続けている、ということをうやむやにするというのがあると思うのです。三つ目の方を使い、議論の矛先を常に日本に向けることで可能にする、そんなところでしょうか。レコードチャイナの9月28日の記事によれば、冷静に見て、日本が議長国になることに合意したことを、よく考えた方がいいという見方があると伝えています。日本人が嫌いで疑り深いのがわかります。韓国、競合新聞は、国際原子力機関 IAEA の理事会で韓国が次の議長に選ばれた、とし、韓国が選出されるのは、1957年の IAEA 設立以来初めてのことで、東アジア地域における、日本の独占体制を崩したと評価できる、と伝えている。中略。記事は、2023年夏から、福島第一原発の処理水を、海洋放出すると予告している日本政府が、IAEA 国際安全基準を満たす、と主張しているのだ。IAEA で日本への批判を繰り返している韓国が、これに関してどんな役割を果たせるか注目される、と伝えている。ただ、韓国外交部当局者は、議長には中立を守る義務があるため、加盟国を尊重しなければならず、特定の立場を要求することはできない、と話しているという。これを見た韓国のネットユーザーからは、ムン政権は外交も上手。日本より韓国の方が先進国だという証拠では、国の格が上がっている、と喜ぶ声や、原発処理水問題をきちんと処理してほしい。なんとかして処理水の海洋放出を阻止できないかな、と求める声が上がっている。一方で、原発の問題を抱える日本が、なぜ韓国の議長国就任に同意した？手放しでは喜べないな。日本が積極的に賛成した時は、韓国にとって、何か良くないことが起きる。と裏を疑う声も多く。軍事力増強中の韓国に対し、核兵器を持つな、と遠回しに言っているのでは。だから日本も同意した、と予想する声も見られた。そうなんですね。日本は議長国になることに合意したのです。なぜなのか。韓国はこれで自分の軍備としての原子力や核兵器に対し、枷をかけたのは確かです。これはアメリカからの圧でしょうか。北朝鮮にしても、態度を改めなければならなくなるはずです。まさかこれも、うやむや狙いでしょうかね。日本が合意したのも、北朝鮮絡みのアメリカ絡み、というのはあると思います。処理水の問題では、やはりちょっと心配ではあります。韓国も、迂闊にやりすぎると、世界の目はだんだん厳しくなってきていますから、おかしな国であることを露観させる可能性があります。墓穴を掘りかねないということ。イランや北朝鮮に横流ししたという疑いの、日本からの輸出の管理厳格化対象品目。これは放っておいていいのでしょうかね。とにかく、軍艦島の件でもユネスコをすっかりたぶらかした韓国ですから、新政権の外務大臣は特に気をつけ、対応をしていただきたいものです。議長国という中立的な立場の中で、動きを取れなくするように、他の国々に働きかけていくことは、韓国の動きとのスピード競争だとも思います。岸田新総理頑張れ。46人に1人が、ゴルゴ13に、仕事を依頼していることになるそうです。マリナも2回くらい依頼してます。ある話の中で、依頼が来るペースは、1秒に1件、ということが描かれていたことから、計算したんですって。連絡が取れないケースが多いそうです。今のところはゴルゴの予定はないマリナでした。皆さん、いろいろなご意見がありますよね。ご視聴ありがとうございました。伊藤マリナでした。また、お会いできるのを、楽しみにしています。
チャンネル登録、お願いします。メンバーシップ、マリナ支援お願いします。